うわすごいことになった。これはやばすぎる。オース未来のチャンピオンバイセップス酒井ですということで、やめとこ、人間飛ばします、よろしくお願いします。はい、ということでサムネにもある通り、今回はポヘチャンネルのポヘさんから試合のお誘いをいただきました。本当にありがとうございます。そして普通に対戦してもいいんだけど、何かこう特殊なルールをそちらから提示していただいてもいいですよということだったので、僕はどうしてもポヘさんにやってほしいパーティーがあったので、今回はこちらからこのルールでやらせてくれというふうに提案させていただきました。こちらマッシブーン6体パーティー。そう、僕も6体ですけど、ポヘさんにもマッシブーン6体を連れてきてくれというふうにお願いしました。そして6体から3体選ぶ、シングル6、3のルールでやろうということですね。先日セイムビートっていうルールで、同じポケモン複数使えて同じ持ち物を複数使えるよっていうね、そういう公式のルールの大会があったんですけど、そこには順伝とかウルトラビストが一切連れていけないということで、ポヘさんは泣く泣くポリツーを使っていたんですね。まあ、純相棒というか。まあで、僕はそこでせっかくだったからマッシブーン6体使ってほしいなっていうのをちょっと思ってて、まあそう思っていた中、こうお誘いをいただいたということで、お、これなら自分との試合でマッシブーン6体使ってもらうっていうめちゃくちゃ豪華なことができるんじゃないかということで、これは役得ですね。実況者やっててよかったなと思う瞬間ですが、僕との対戦にマッシブーン6体連れてきてくださいということで、お願いしました。そして僕も、準備ができたらマッシブーン6体連れていきますというふうにね、言いました。はい、ということでマッシブーン対マッシブーン3対3になるわけですが、の戦いが一体どういった駆け引きになるのかというのを、簡単にご説明します。まず単刀直入に言いましょう。初手ダイマしてダイジェットする以外の選択肢がほぼないです。だってビーストブーストっていう特性があって、先にダイジェットして素早さを上げてしまったら、相手のマッシブーンに4倍弱点与えつつ、そのまま全抜きが狙えちゃうからですね。マッシブーン1体倒したら、ビーストブーストで攻撃がもちろん上がるので、その次のマッシブーンも同じように飛行技で倒すということで、3盾が簡単にできちゃうわけです。まあ、初手のダイジェットはお互いダイマを切り合った場合はお互いが一発ずつ耐えるので、まあ、重要なのは2ターン目のダイジェットですね。お互い最速だとしたら、それをどちらが先に出して、そのダイジェットでどちらが勝つかということが重要になってきます。まあという単純明快、頭が筋肉でできている人でもわかる 50% じゃんけんルールになってるんですけれども、まあせっかく対戦していただくならそれ面白くないですよね。まあ僕はこのチャンネルであまり使われていないだろう戦術だとか、僕しか使っていないだろう型とか、そういうのを使っていくことを喜びとしてこのチャンネルをやってきたので、僕は今回ちょっと大魔をしなくても確実に勝てるような抜け道がないかというのを僕は結構考えました。そこで編み出したのが、今画面にも映っていますけど、イバンの実マッシュ分ですね。僕の3段をお話しします。初手1ターン目、相手がダイジェットから入ってくることを想定してこらえるを打ちます。まあ、そのターン向こうがダイジェットしてきた場合、一発それを耐えると。そして次のターン、イバンの実が発動して必ず先に行動できるので、そこでダブルウィングが基本になるところをあえて飛び跳ねるを使います。相手より先に上に飛び跳ねて、2発目の相手のダイジェットは不発、そして3発目のダイジェット相手が打つタイミングでは、相手はもうダイジェットを一度打って素早さが上がっているので、こちらが必ず後攻になります。後攻飛び跳ねるで、相手の2発目のダイジェットも透かして、相手のダイマを丸々そのままいう形を取れば、仮に相手の初手マッシブーンがタスキなんかを持たせていても、飛び跳ねるでタスキを削りつつ、相手のダイマは3ターン割り、あとはこちらが後からダイマを切ってダイジェットをすればそのまま勝てるだろうという3段の作戦になっています。それではこの作戦でポヘさんにマッシブーンで勝つという歴史的快挙を成し遂げに行きたいと思います。ちなみに筋肉にちなんで、今回はリングコーンを使ってプレイしております。ポケモンをリングフィットアドベンチャーで培った筋肉で今回勝ちに行きます。ちなみにリングフィットアドベンチャーを入手して1年以上経ちますが、プレイ時間は1時間です。あー、来てしまった。めっちゃ緊張する。いやー、ポヘさんだ。いや、なんかあれだな。すごい、めっちゃ本物だって感じだな。僕は1年半ゲーム実況やってきましたけど、他のポケモン実況者さんとコラボするのは初めてなんですね。ということで今回はこのチーム、マッシブーン6体ずつです。いやー、めっちゃ緊張するな。これマッシブーン6体だよな。うわー、すごいことになった。これはやばすぎる。なんて絵面だこれ。一生、いやこれ、世界でもかなりレアなバトルが始まるんじゃないか。もしかしたら、ここから。とんでもないことになってしまう。ということで、今回はもう上から3体選びます。6匹から3匹選ぶというね、ルールでやることになってますので、下3体はもう完全に使わないということで決めております。じゃあこの3体で行きましょう。よろしくお願いします。うわぁ、始まってしまったなぁ。世界一熱いバトルが始まってしまった。いやー、ポヘさんはね、いろんな実況者さんと連続で戦うという企画をやってらっしゃるそうですが、その中の一戦として、いや、非常に
熱いんじゃないでしょうか。そしてポエはステロイドを繰り出した。そして僕の戦闘はステロイドです。いやー奇遇ですね、ドッペルゲンガー。いやーこれね、マッシブン同士のバトル、もちろん初手ダイジェットがめちゃくちゃ有利というのはお互い分かっている状態で、このこらえるから頼む、通用してくれ。これはね一世一代の大掛けですよ。いきます、こらえる、頼む、ダイジェットから入ってくれ。来た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 、これ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 ですよ、これこれがやりたかったのよ。ダイジェットでしょ多分。これダイジェットじゃなかったらさすがにさすがにびっくりだけど、初手ダイジェットして素早かった方が勝ちっていう風に多分ポヘさんは見てくださっているはず。よし、じゃあこのコライルは通用したと思っていいか。いや素晴らしい、モストマスキュラー、そしてダイジェット、そうですね、オッケーオッケーオッケー。このコライルは読めなかったでしょうポヘさんも。これで勝ちもらったんじゃないか。もうこっからの負け筋は僕はもう思い浮かばない。行くぞ、飛び跳ねる、飛び跳ねるで合ってるよな。ちょっとめちゃくちゃ手震えてる、やばい。でも飛び跳ねる、行きます。よし、そしてポヘさんめちゃくちゃ動揺してるなこれ。めっちゃ考えてるな。そうでしょう、僕がめちゃくちゃ考え尽くした結果のこの作戦、まさか読めまい。すっごい興奮してる今。はい、まあそうですね、お相手も分かっていると思いますが、イヴァンの身でこちらが先生、こっから飛び跳ねます。いいね。そしてこちらが先制するので、相手の、おダイナックル、なるほど、ダイナックルは外れることになります。そしてお相手はダイジェットで素早さが1段階上がってるので、この後も相手が先制で、次こっちが高校で飛び跳ねる、当てて、これで相手のダイマックス3ターンからして、おーしかもマリ完璧、めちゃくちゃ完璧。いやこれはちょっとできすぎまであるけど素晴らしいですね。よし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 、じゃあもうこれはこのままダブルウィングで突破してしまいましょう。本当はこれ麻痺じゃなくてもいいんだけど。いやーこれは完璧ですね、素晴らしい、決まったな。まあ、ただ僕のこの先発のマッシュブーンはですね、素早さちょっとわざと落としてます。っていうのも初手こっちがこらえるって、もし相手がね様子見の大ウォールとかから入った場合、先制の大ウォールは成功して、後攻のこらえるが失敗するっていう仕様になってたはずなので、僕が間違ってなければ。それでわざと後攻のこらえるを失敗させることで、2発連続でこらえるを打っても1発目が失敗という判定になっているので、2発連続でこらえるできるという、そういうね狙いのためにわざと素早さを最速からちょっと落としてありました。ということでこれはもうダブルウィングをしますが、基本的に相手のマシブの方が早いと見ていいですかね。当たらない。なんで、ちょっと待って待って待って、まだこっから、僕こっからやりたいことあるのに。なんか終わっちゃいそうなんですけどこれ、マジか。まあまあ初手のこれが決まったからよくはあるけどさ、なんだこれ。レイムがうわーって言ってるのが目に浮かぶぞ。うわーって言って、しかもめちゃくちゃ緑だな、色違いマシブン何体持ってんだポヘさん、すげえな。よし、まあ一応ダブルウィング、お互いにこれね、ダブルウィング押すことで成立する試合ですからね。ステロイドのダブルウィング、お相手これは馬行か、なるほど、2発目も耐えてくるか、2発目耐えない。急所。あーこの後のやりたいことも見せたかったな、このスカーフ、本当はね、いやもうこれ試合後に全部話すか、スカーフでいろいろやりたいこととかあったんだけど、スカーフ大ウォールみたいなちょっとおしゃれなことするところとかもね、いいとこ皆さんにお見せしたかったんですけど、運で全部押し切っちゃった。まあですが、いやこれは非常に記念になる、いいバトルになりました。こんなんでいいんでしょうか。まあでもね、たくさんある試合のうちの一つですから、これで良かったんだと思います。なんかあっという間に終わっちゃったな、寂しい。え、これで終わり？もう僕こっから後語り喋るしかないのか。もっとやりたかったな。っていうか、コラボって楽しい、こんな気持ちになるの。今 DM 来た、多分ポヘさんからだと思うんで、ポヘさんと DM を交わして後語り取りたいと思います。
はい、僕がやりたかったことをもう一個だけ説明させてください。このこだわりスカーフを持たせた最速のマシ分なんですけど、一応僕の中ではこの初手のイヴァンの実飛び跳ねるで大魔王3ターン消費させた後、普通に相手の方が寝素早さが上なんで、この1体目は倒される前提で考えてました。で、この2体目に全てをかけるというつもりでいまして、ただ今回のルールは同じ持ち物をいくつ持たせてもいいということで、気合の助けを持たせているんじゃないかっていう風に僕は想定していたんですね。お互い大ジェットに対して強くなれる持ち物ということで、気合の助けが持っているマシ分は1体ぐらいは確実にいるだろうというふうに僕は想定していました。ということで、こっちが後からダイマックスを切りつつ、かつ相手の助け持ちの裏にも強く出れるマシ分はどういうものがいるだろうっていうふうに、考えに考え抜いた結果、まず1体目がやられた後にこのスカーフマッシュ分を出します。そして大魔を切って、このビルドアップの枠で大ウォールから入る。そして2発目で大ジェットを打って素早さを上げつつ相手の1体目を突破。この時相手は1段階上昇ダブルウィングを打ってもこっちが倒せないようになっています。で、相手の2体目が出てきた時、その2体目が助けである可能性があるので、もう一度大ウォールを打って大魔を終えます。そしてこっちが素早さ1段階上昇かつ、こだわりスカーフということで、素早さ 1.5 倍かけ 1.5 倍。ごめんなさい、ちょっと変な画面開いちゃった。 1.5 倍かけ 1.5 倍で、相手の2体目のマッシュ部分がタスキだろうとスカーフだろうと、このダブルウィングで必ず先制を取って、かつ耐えられない攻撃で相手を吹っ飛ばすというところまで想定していました。もちろん2体目が倒せれば3体目も倒せるだろうということで、3体目もこのダブルウィングで倒すつもりでいました。ということで、1体目で相手のダイマックスを3ターンしのいで、2体目でこちらのスカーフの大ウォール、大ジェット大ウォールからのダブルウィングレンダーで全てを詰め切ると。で、最後の3体目は保険でもう1体イヴァンのミコライルのマシ分を用意していました。相手がもしも初手大ジェットをしてこなくて、後の方で大ジェットを切ってきた時のためにもう1体同じ動きが取れるようにマシ分を用意していました。っていう感じの3匹の構成だったんですけど、いや、結果がまさかのまさかだったな。試合前にあれだけいろいろ語っておきながら、本当に1体目で全てが終わってしまうとは思いもよらず、いやー、勝負の世界には魔物が住んでますね。しかし、まあ結果的には勝ててよかったかなと思います。ちなみにポヘさんがたくさんマッシュ分を持っているのは僕は知っていたんですけど、僕は実はマッシュ分は1体しか持ってなくて、じゃあこの5体はどっから出てきたんだという話なんですが、ツイッターで視聴者さんにご協力を募りまして、その時ね、本当にいろんな方から協力しますよというふうに DM をいただいて、そこで僕が実はマッシュ分が必要でということでお願いして、マッシュ分は持ってますよっていうふうにお返事くださった方に5体貸していただくということで、この収録の後すぐ返すんですけどね、皆さんに一時的に貸していただいた形になりました。ということで、一番上のステロイドは僕のマッシュ分なんですけど、他のマッシュ分はお借りした個体なのでニックネームとか変えられなくて、本当は僕も全部こうステロイドにしたら面白いなとか思ってたんですけどね、さすがにお借りしたポケモンなのでそこまではできずということで、6対6のマッシュ分の並びが僕がどうしても見たかったということで、それにご協力いただいた皆さん本当にありがとうございました。まあ、ということで1年半以上かな、もうポケモン実況ね、 YouTube に上げているんですけれども、僕はずっと一人で誰ともコラボせずに動画を上げていたんですけど、人生で初めて、他の動画投稿者さんと、バトルをさせていただいて、それでそれぞれがね企画として投稿するというものに参加させていただく形になりました。いわゆるコラボというやつなんですけれども、いや、お誘いいただいた時は嬉しかったですね。僕はもうこのままずっと一人でやるのかなというふうに思ってたんですけど、なかなか自分からこう声をかけるような度胸もないのですごくこう声をかけていただいて、あ、僕もこんな日が来るんだなと思って非常に嬉しかったです。本当に、ポヘさんありがとうございました。お誘いいただいて、ポヘさんはね、こうたくさんの実況者さんとこう連続で戦っていくということで、僕はその中のたった一人ではあったんですけど、僕にとっては貴重な貴重な初めてのコラボ相手になりました。ポヘさんの動画から初めて僕の動画を見に来てくださった方とかもいるんでしょうかね、わからないけど、もしいらっしゃったら、普段はマイナーポケモンとか、あんまり使われてない方とかを中心に常にポケモンで縛りプレイをしながら、ランクマッチ遊んでいます。まあ、その縛りの内容は1ヶ月ごとにね、変えて遊んでいるんですけれども、あんまり見ないポケモンとかね、珍しい方とかが、活躍しているような動画を作れるようにね、頑張っております。もしよかったら引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということで、ほとんどが語りで対戦パートが一瞬でしたが、すごくすごく楽しい時間でした。本当にありがとうございました。言いたいことは全部言えたので、まああんまり長く逃してもあるということで、最後にマッシュ分のマッスルポーズを見て終わりましょう。最高。ということで、ここまでご視聴いただきました、お相手はインゲンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。